それではまず、ホーム SC 相模原の、スタメン予想フォーメーションでご覧いただいております、ゴールキーパーは竹重です、ディフェンスラインは右から綿引、加藤、山下、橋本、ボランチに吉武と牧山、右に佐藤、左にデューク・カルロス、前線は松澤と宇治沼と、いうところを予想しております。福島ユナイテッド FC のスタメン予想フォーメーションでご覧いただいております。ゴールキーパーは山本海斗です。スリーバック、右から堂花、大部、鈴、ボランチの位置に宮崎と、今日は上畑がスタメンということになっています。右のワイドに小林、左に吉永、この前線の並び形はまたゲームを見ながらお伝えしたいと思いますが、長野、城城、樋口と、このあたりはどういう並びになるのか、試合を見ながらお伝えしていきたいと思います。綿引きのスローイン、ワンタッチしてというところ、佐藤です。佐藤から橋本陸の左足、これは枠を捉えることはできませんでした。ドーハのパスは相手に渡りましたが、その後デューク・カルロス右サイド、スペースにいいパスが出ました。佐藤です。佐藤クロス、もう一度デューク・カルロス左足振っていきました。ゴールキーパーセーフ、セカンドボール、最後は藤沼のシュートでした。まずはデューク・カルロス、ここは山本海斗のセーブ、松田詰めて、最後は藤沼が右足振っていきましたが、ここは大部がカバーに入っています。小林のスローイン、左サイド吉永、鈴も攻撃に加わりましたが、吉永ミドルシュート、いいシュートになりましたが、ゴールキーパー竹重セーブしています。さあ、ここは3バックの右、堂花がボールを運んで、左サイド吉永、吉永斜めのパスを受けたのは長野です。長野切り返して、左足振っていきました。ここはゴールカバー、入ったのは橋本陸です。ここは福島ビッグチャンスでした。相模原は右サイド、デューク・カルロス、サポートするのは佐藤です。佐藤中に送って、松澤下げて、吉武のシュート、いいシュートになりましたが、枠を捉えることはできませんでした。さあ、中にクロスを送りますが、ここは対応して、最後は吉武のシュートが決まりました。ファインゴールです。素晴らしいゴールが決まりました。 SC 相模原先制です。ゴールを決めたのは13番の吉武リオ。右に流れたこの前田が右足アウトで中に送って、ディフェンスが対応して浮いたボール、ここをいいタイミングで足を振っていきました、吉武リオ。コーナーキック、いいボールが入っていきましたが、ポスト、相模原にとっては惜しいシーンになりましたが、ゲームが再開されます。ゴールキーパー山本海斗からのボールですが、さあ、うまくボールを奪って安藤です。そして佐藤、佐藤のボール、ファーサイド、藤沼のヘディングシュートが決まりました。相模原2点目です。スコアの方は2対0。ここは安藤の粘り、そして佐藤中を見ていいクロスを送っていきました。そして藤沼がしっかりとヘディングシュートを決めていきました。
延べから小林翔太、延べ雄太のクロスです。シュートまで持っていきました。これが見事に決まりました。福島1点返します。スコアの方は2対1。ゴールを決めたのは上畑です。この延べの低いクロスうまくコントロールして右足振っていきました。上畑です。ゴールキーパー竹重からのボールは直接タッチを割りましたが、そこで笛が鳴りました。新生相模原、この戸田新監督を迎えての新生 SC 相模原というこの2023年の SC 相模原、今シーズン初勝利を挙げました。スコアの方は2対1です。